結局足りなくなってまたちっちゃいものを隣に買ったんですよ、うんうんうん、でまた足りなくなってまた買ったっていう方になって絶対に外交で後悔させない。どうも外交デザイナーの宮です。皆さん、結構いろいろ外交設備教えていただいてるんですけど、実際これ使わないんじゃねっていう外交設備があったりしますか？あるあるんですか？めっちゃあるんですか？絶対必需品ってあるじゃないですか、うん、あれ使わないことも知ることでなんか削減できるかなと思うので、実際どうなんですか？今言った通りだよ。あ、本当ですか？間違いない。やった。でも実際そういうのって結構あるんですか？あるよ。話聞いててやっぱりリフォームのタイミングでもいいんだけど、はい、お客さんからこれいらないから持ってってほしいとか、持ってってほしい、処分してほしい、処分費をいただいて処分することは多い、うん、まあ、だからそういうよくあるものを、まあ、ちょっと今日お話したいなと思います。お願いします。これめちゃくちゃ知りたいです。 OK です。なので今回はいらない外交設備7000をお話ししていきたいと思います。まあ、この動画はね、今外交選びでとかね、例えば庭を検討してますとか、なんかいろいろちょっと外交いじりたいなとか、まあ皆さん外交考えてる人多いと思うんですよ、このチャンネル見てる方は特に。そういった方でね、実際今思ってるものがいるものなのかいらないものなのかってなかなか判断しがたいじゃないですか。まあそういったね、悩んでる方はぜひちょっとでもいいので聞いていただけたら参考になるかなと思います。1戦目、薄いタンク。薄いタンクって何ですか？雨水を溜めとくタンク。雨水を溜めとくタンクなんかあるんですか？ある。それって普段雨水は全部それに流れてるってことですか？家の外壁に雨水ってあるじゃん、はい、そこに繋がってるタンクみたいなものがあって、はい、そこに、ね、雨水が溜められる。それなくしちゃダメなんじゃないですか？あった方がまあエコだよ、もちろん、はい、で水溜めて、はい、そこの蛇口がついてるから、はい、その溜まった雨水にホースを繋いで水やりができたりとかするから、有効活用。そう、有効活用できる。だから新しく水道代もかかんないし、うん、いいですね、うん、ただいらんっていう人はめっちゃ多い。なんでですか？場所取るのよ。でかいから。そんなにでかいんですか？でかい。やっぱ雨水溜めるってちょっといらないじゃん、はい、だからでかいのよ、溜められるぐらいお庭に邪魔だな、で使わなくなった処分してほしい、うん、このパターンが多いかな、はい、2戦目、宅配ボックス。宅配ボックス確か皆さんしてありましたっけ？あったな。ありますね。これ俺だけかな。もしかして僕いらない派なんですよ。あ、いらない派ですね。いらない派なんですよ。 あのね、あってもね、スルーされて置き配されるっていう。それ置き配されるってやばいです。材料が入ってるか置き配になってる、はい、あとネットで買うものってやっぱ大きいもの多いんですよ。自分で買えるものは買ってきたりもするし、うん、大きいものってなるとそもそも段ボール入らんっていう話で、ああ、はい、そうです、ね、もちろんね、宅配ボックス処理するとき大きめを選ぶんですね、うんうん、でもそれでも入らないものっていうのは結構多い。僕の家は特殊かもしれんけど、それでも入らんものも多いと思うっていうところで、とりあえず一番ね、片手で数えるぐらいしか宅配ボックスに物が入ったことはない。だから僕はいらんかったなっていうところで、共感してもらえる方はね、嬉しいです。いるとしたら結構じゃあ大きめってことですよね。絶対大きめ。もうね、どれぐらいですか？一応推奨としては、ペットボトルが入るサイズ、2リットルのペットボトルが6本かな、入るぐらいの段ボールがあるんだけれど、はいはい、それが目安として入る宅配ボックスが一番、まあ、大きめだよ、宅配ボックスの中では、はい、とりあえずね、宅配ボックスに関しては大きめを選んでっていうところですね。入らんと意味ないから。3戦目、ソーラーカーポート。街中でたまに見かけるけど、正直後で外交でつけたりすることはほぼないと思う。ちなみにソーラーカーポートってあれですか？太陽光みたいな感じですか？あ、そう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 。カーポートに太陽パネルが乗って、はい、家の屋根にもさ、はい、太陽光発電みたいな。ありますね、あります。あれのカーポート版。効果あるんですかね？あれ結局面積あってなんぼじゃん。はい、はい、ね、ごめんね、俺太陽光屋さんじゃないから専門的な話言えんけど、やっぱ面積必要だと思う。はい、はい、でカーポートの面積って指定てるじゃん、はい、理由ってね。そうですね。そこに対して売買できるのかな、蓄電できるのかなっていう話ですよね、うんうん、そうですね。そう、ソーラーカーポートって結構重さがどうしても荷重がかかるわけよ、はい、もちろん上に物を乗せるわけだから、うん、だから折半カーポートってちょっと耐久性の高いカーポート一択になっちゃう。折半カーポート、そう、なみなみのね、雪国とかにあるような、うん、強度が一番高いカーポートかな、はい、とりあえず見積もり1回作ったことあるけど、なかなか、うん、ていうかつけたこともないし、本当金額高かったから、うん、つけることきっと僕はないんだろうなと思いながら、ね、4戦目、小さい物置。小さい物置ってどういう感じですか？これもね、さっきの話とちょっとかぶるかもしれないんだけど、はい、リフォームあるあるで、はい、物置ですね、まず小さい物置っていうと、うんうん、やっぱりね、買うときにこれぐらいあればいいかなと思ってちっちゃい物置とか買ったんですよ。結局足りなくなってまたちっちゃい物置を隣に買ったんですよ、うんうんうん、でまた足りなくなってまた買ったっていう方になって
2個そうそうそう、2個3個となって、最終やっぱもういろいろごちゃごちゃしてるから、はい、大きい猫を買い直すみたいな方がいてやっぱりこの絶対物って増えるんですよ、はい、減っていくことって多分少ないんですよね、うん、基本的に物は絶対増えると思います、はい、やっぱ入れれれば入れれるほど便利だと思うんですよ、うん、だから小さい物置もいいかもしれないんですけど、はい、ちょっと大きめをねまず買ってほしいなって思います、うん、5選目天然芝。天然芝は結構良くないですか。僕も好きなんだけど外観、はい、そう綺麗じゃん、はい、見た目いいし、はい、で四季も感じられるよね、うん、春から夏にかけてこう青々として綺麗だしさ、はい、で冬になったらちょっと枯れた感じの色になって、うん、季節を感じられるって、はい、僕も好きだしいいんだけど、うん、これもねリフォームあるあるで撤去してくれっていう要望多いんですよ。撤去してくれあるんですか。めっちゃ手入れ大変で芝生で結構伸びるの早かったり、はい、の割に水不足だと枯れちゃったり、はい、結構大変です。すごい水もいるんですよ。そしてガーッともうねガーッとガーッとやらなかった。うちのね公式 LINE ちょっと動画貼ってるんですけど、この問い合わせ多すぎて、はい、本当そうなんですか。多すぎて公式 LINE に貼ってどういう問い合わせですか。記憶して終わった後に芝生が元気になりたい、はい、行くと基本ね水不足もう95% ぐらい、あ、それってじゃあ天然芝の問題あるんじゃないのみたいなことですか。あ、そうそうそう。でも実際まあ水不足なんだけど、はいはい、だからもうね公式 LINE に貼って水あげてる動画になってたんだけどもうそう、それぐらいよくあるっす。だからね手入れが大変だから、うん、いいなと思って入れたんだけど、はい、大変だから剥がしてコンクリーンにしたりとか、うん、人工芝にしたいっていう方が多い。だからね好きな方は全然いい。あ、手入れちゃんと手入れ楽しめる。そうそうそう、楽しめる、それ大事かもしれない。そうですね、うん、6選目ウッドデッキ。ウッドデッキ結構大事な気がするますけどダメなんですか。大事、はい、需要もある、はい、人気、はい、あ全然もういらない要素ないわ。完璧、はい、なんだけど、はい、あの1個例外があるかな。唯一リフォームでこれ思うのが、うん、天然木のウッドデッキ。天然木、はい、ウッドデッキって基本天然じゃないんですか。人工と天然がある、はい、で今回天然の方ね。人工のウッドデッキっていうのは樹脂でできてて、はい、劣化っていう概念がまあ少ないというか、はい、まあ、ほぼない、うん、朽ちるとかは、はい、で天然に関してはもちろん朽ちるという概念がある。天然素材、無垢の素材、そうですよね、木ですもんね。そうで、これも細かいし、ソフトウッド、ハードウッドというのがあって、ハードウッドっていうのは耐久性が高い、はい、デッキ素材、そうです、硬い、はい、カチカチ、はい、だから長持つ、うんうん、20年、30年持ったりする、はい、でソフトウッドっていうのはちょっと柔らかめの、うんうん、で内装で使ったりすることが多いような、それを屋外で使っちゃうと、はい、すぐ劣化しちゃう。水とか雨とかに打たれて、はいはい、弱くなった時に虫に食われてみたいな、うんうんうん、で、あと劣化しちゃうよねっていう話で、まあ、そうなったらリフォームあるある、うんうん、で、これ撤去してほしいです、その代わり人工木のウッドデッキがまた欲しいですみたいな、うんうん、このこういうご依頼多い。大体どれぐらいメンテナンス期間あるんですかね。どれぐらい持つんですかね、うん、ハードウッドだとさっきで 2,30 年、ソフトウッドだと5年とか10年って聞くけど、ね、結構短いですね。そう、僕うちは提案しないようにしてるから分かんないんだけど、はい、本当見た感じボロボロになってる、うん、虫に食われてる。それは嫌ですね。そう、うんうん、でメンテナンスの方法だと多分塗装とかしたりとか、はい、防腐剤撒いたりとか、うん、そういう対策はあるかもしれない。7戦目壁線。壁線なんですか。壁線ってさ前ロケで撮らんかったっけ。ああれですか、滝のなんかあれですか。滝、ああれ壁線か。壁線、これあんま言わないって言ってましたね。かっこいいんだけどね、使わんくらい。使わんくらい僕だけかもしれん。でもあれちゃんと見られる場所に置いとけば、うん、そう、ホテルとかにもね、はい、きっとあるじゃん。そうですよ、ね、かっこいいんだよね。あれ、宮さんのお家なんか結構内側にありませんでした。ある、猫ちゃんがいっぱい見てました、ね、見てた。あれさ、俺だからかな実際ね、何件か工事してつけてるのよ、はい、あ、そうなんですね。お客さんはちゃんと使ってるかもしれない、はい、俺だから使ってないのかもしれない。あのロケ以来使ってないわ結構前ですけど結構はい、ということでね、今日はいらない外光設備7選をお話しさせていただきました。こんな感じでですね、先に知っておけばこれいらなかったなっていうのを後から後悔しないで済むことも多いと思います。で、ね、僕最後言った壁線とか僕の感想なんで、あったらかっこいいんでいいと思います。はい、ただね、僕に向いてなかったなっていう思う部分はありましたっていうところでしたね。はい、ということでね、今日こんな形でお話しさせていただきました。最初の計画の段階とか、まだね、考えている段階であれば、何が自分にいるのか、いらないのかっていうのがはっきり分かったかと思います。で、まだ曖昧で、どうしようかなと思ってるぐらいだとつけないでおいてもらって、まあ、将来的につけるとか、そういった考えの方がいいんじゃないかなと思います。
でもね、本当につけちゃいらないよっていうものであれば、早めに撤去してもらってね、空間広く使ってもらってもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、困ってる方がいれば、外交屋さんとかに相談してみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。コメント欄の方でですね、私はこれをつけて後悔しましたとか、これあったらよかったですとかね、逆にこれどう思いますかみたいなコメントでもいいんで、ぜひ教えてください。僕もね、全部見てますので、返信させていただきます。で、このチャンネルでは、後悔しない、失敗しないための外交づくりについて発信しております。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。意外とあれですね、いらない説めっちゃありますね。僕の感想が多かったかもしれない。壁線とか、なんかもう普通におしゃれですけどね、あれ。高いボックスとか。高いボックスとかめっちゃ使いますけどね。ね、薄い段これ前の動画でも話したのよ。話して、はいはい、あの動画推しの奥様見てて、はい、これ実家にあったら、つって。奥様も見られてたんですか？そう、なんか言ってたよ。めっちゃ面白いじゃないですか。普段見ないのに。見ないの。こっそりどうなの？たまに見てるんじゃないですか。かもしれない。ありがとうございます。はい。